皆様こんにちは、オンサイトオイルのしけもくです。今回の企画なんですけども、こちらですね、私が自信を持っておすすめできる厳選中間譜2選という内容ですね、お送りしていきたいというふうに思っております。でこれ以前にも動画で取り上げてるんですけど、それをさらに短くした内容ですね。で私手前味噌ですけども、オーディオ100台以上持ってます。で中間譜もたくさん持っていて、実際に自分で買って納得いくまで聞き比べて自信を持ってこれがおすすめできるなというものをお伝えしたいなというふうに思っております。で今回はオールインワンアンプですね。 Bluetooth とかパソコンにつなげれる DAC 機能もあるような、すごく使い勝手のいいようなアンプの中での中間譜のおすすめ2つというものをお伝えしていきたいなというふうに思っております。ということで、まず第1個目なんですけども、それは何かと言いますと、はい、こちらですね、ノブサウンドの NS01G Pro。 こちら大体4000円ぐらいのアンプなんじゃないかなと思うんですけども、これすごくおすすめです。はい。どれぐらいおすすめかっていうと、これ5000円以下じゃなくて1万円以下の中間アンプの中で、私はこれが一番いいなっていうふうに思ってます。で特徴はとにかく小さい、手のひらサイズ、すごく小さい。はい。すごく小さくて安い。4000円ぐらい。で、なおかつ、入力がすごく豊富なんですよ。Bluetooth できる。そして USB、まあ、パソコンもつなげることができる。で、AUX もできる。まあ、つまり、例えばテレビとかね。まあ、他の、こう、アナログの入力もできるということで、まあ、すごく、入力も豊富で、安い。サイズもいい。でも、音もね、結構いいんですよ。結構いいっていうのは、悪くないっていうのが正しい部分もあるんですけども、例えば、エントリーの3万円以下ぐらいのスピーカーと組み合わせると、すっごくバランスがいいんですよね。何かっていうと、このアンプのちょっと足りないところと、エントリーのスピーカーの足りないところっていうのが、いい塩梅に混じってめちゃめちゃね、お互いの悪いところを消し合うんですよ。これね、多分狙って作ったんだったらすごいなって。で狙って作ってなかったら奇跡。それぐらい、そのエントリーのスピーカーとの相性がものすごくいい。結構ね、いろんなスピーカーとね、組み合わせて聞いてみたんですけども、いいんですよね。すごく私はこの組み合わせはオーディオの音をしてるんじゃないかなっていうふうに思います。で、ただね、音質自体は、いいわけではないんです。いいというか、素晴らしいわけではないです。例えば、高い音が聞こえなかったりとか、あるいは低い音のね、低域っていうのがちょっと制御しきれなくて、こう、ぼわついちゃったりとか、あるいは解像度なんかも、ちょっとね、荒いなというか、もう少し欲しいなって思うところはあるんですけども、Bluetooth と繋いだりとか、先ほど言ったようにね、こう、お安いエントリーのスピーカーと繋げた時の、その粗さっていうものがすごくうまくごまかしてるというか、というのがあるので、この、ね、向かい、ノブサウンドの NS01G Pro。これはね、すごくおすすめできます。もう一回繰り返しますけど、5000円以下じゃなくて1万円以下では、私はこれはすごくおすすめしたいの。ただ、一個弱点があって、どうやら壊れやすいらしい。Amazon のレビューなんかで、ね、見てると、まあ、結構すぐ壊れましたみたいなレビューがあって、私にはね、まだ壊れてないから、そこわかんないんですけども、それは、まあ、もしかしたらそういうリスクがあるかもなっていうのは、ちょっとこうね、ご認識いただいた方がいいんじゃないかなっていうふうには思っております。二つ目ですね。二つ目はこの1万円以上なんですけども、二つ目のおすすめは、はい、こちら。はい、SMSL の SA300 ですね。まず、私は、まあ、オーディオ興味あります。これから始めたいですっていう方に、おすすめアンプなんですかって聞かれたら、これを必ずご回答しています。それぐらい僕は、このアンプはすごくいいなって思ってます。まあ、大体1万6000円ぐらいかな。はい。で、ちょっとこれお話しする前に、簡単にお話したいことがあって、中華オーディオメーカーって、すっごいたくさんあるじゃないですか。で私もたくさんのメーカー買ったんですけども、私はすごく信頼してるメーカー2つだけあって、何かっていうと、トッピンと SMSL。この2メーカーは中華メーカーというよりかは、私は中国のオーディオメーカーだと思ってます。トッピンと SMSL は何を買っても平均点以上の音質を出すし、すごく品質も安定している。私はね、かなりいろいろ買ったんですが、故障はしない。うん。っていうのがあって、で、かつやっぱり製造工程というか、作ってる内容とかを見ると、ちゃんとね、オーディオプレシジョンの測定器とかを買って、すごく、こう、科学的なアプローチを取られてるなって私は思うんですよ。ですので、私はトッピンと SMSL の2メーカーは、僕はこれは中華メーカーとか中華オーディオというかは、私は中国のオーディオメーカーだというふうに思ってます。で、その中で SMSL の SA300、これはね、エントリーのね、アンプなんですけども、先ほどのノブサウンドと同じように、Bluetooth 受け取ることができて、で、PC も、パソコンも USB ダック搭載してて、で、アナログも入ることができると。ということで、すごくインプットはね、豊富ですね。で、音質も、いいです。
はい、やっぱりね、上のランクと比べるとどうしてもエントリーなんで少しね目立つところはあらがね見えるんですけども、最高益ちょっと出てないかなっていうのと、あとは定期の整備をもう少しうまくしてほしいなっていうところと、まあ、ちょっとこう薄い部分がなんとなく感じなくもないんですけども、ただ 16,000円でこの高機能性ということを考えると僕は非常におすすめできると思う。うん、先ほどのノブサウンドは 2,3万円ぐらいまでだったら合いますって話をしたんですけども、このアンプは結構上のランクまで一緒に合わせてもいいんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、当然ね、もっとステップアップしたいなってなったら、次の価格帯があって、まあ、それはね、また、別の動画で、ね、ご紹介したいので、ぜひチャンネル登録してほしいんですけども、はい。まあ、エントリーで、始められたい方にはこれ本当におすすめできます。で、もう一つ番外編なんですけども、これね、トッピンの MX3、これがね、絶対王者でした。でもね、これ販売終了しちゃったんですよ。このアンプでジャイアントキリング、本当にすごい12000円ぐらいなんですけども、入力も豊富で、音も良くて、まあ、すごくコンパクトでね、おすすめしてたんですけども、これのね、MX3、販売終了しちゃって、後継機がね、MX5 っていうのがね、ちょっと高く、倍ぐらいの、倍以上の値段になっちゃったので、まあ、ちょっとね、これはね、本当はおすすめ、まあね、もし中古で見つけたら MX3 僕はすごくいいなって思うので、まあ、拾ってみてください、というふうに思います。ということで、まあ、繰り返しになりますけれども、振り返りになりますけれども、私、しけもく、自信を持っておすすめできる中間アンプ2つはこちらですね。はい、ノブサウンドの ANS01G Pro と SMSL の SA300。まあ、ノブサウンドはね、他のものがいいかわからない。これだけ、奇跡的にいい可能性はある。でも、トッピン、SMSL は、まあ、どれもね、いいんですけども、これすごくおすすめです。というふうに思っております。はい、ということで、皆様最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。私ですね、まあ、自分で買って、納得いくまで聞き込んで、そして、まあ、レビューをお届けするということをやっております。ぜひですね、皆様、まあ、面白いな、役に立つなと思いましたら、チャンネル登録いただけますと幸いです。それではまた、皆様、次の動画でお会いしましょう。さようなら。